今回のウルトラワード2016最優秀賞は井上真美さん、タイトル井上美里です。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは井上さん、どうぞ前をお越しください。井上です。ありがとうございました。今回は本当にウルトラのスタッフさんの方や同じ作家のみんなと一緒に作り上げた展示だと思っているので、本当にウルトラワードに応募しなかったらできなかった展示だと思っているので、すごい嬉しいです。ありがとうございました。ね、まあ、井上さんの作品はいろいろそのナイーブだっていう風な、それとその自分の日常に密着しすぎてるっていう風な議論もあったんですけども、すごい困難な問題をここまでやってみせたぞみたいな、力みの入った形ではなくて、もう自分が生きている中で非常にうまく自然体に、しかしよく見るととってもそれこそ一個ずつのキャメラのアングルまでちゃんと考慮して撮っておられたっていうところは素晴らしいと思ってで、井上さんが最優秀賞に選ばれた、で今のように、椿さんや片岡さんからもその、選ばれたっていうのは全く不思議なことではないと思います。で今日のやっぱ審査員の方々のコメント聞くだけでもね、本当に勉強になるんですよ。だからこういう機会を、ただ単に賞のありなしとかじゃなくて、経験として大事にしてほしいなと思います。真っ暗闇の中でこう制作しているような時間が一番辛いけれども一番豊かで、そこが一番自分らしいものができてくる時なんですね。だからみんなぜひその夜は乗り越えてほしいなと思います。これ楽しめるのは僕も考えたんですけれども、やっぱりまず長谷川さんのキュレーションっていうのをどう考えるか、すごいことがここで起こってると思っておりまして、でそういうふうに考えると長谷川さんが話したキュレーションっていうことの要素が一つ、ここでなんか言明しておいた方がいいというか、深く心に留めておいた方がいいのかなと思っています。作品に見えるっていう、まずそこまで持っていく、それがすごい大事なことでした。だからみんなちゃんと作品を立たせてくれたので、良かったと思います。いろいろヘビーなこと言いましたけれども、ついてきてくださって本当に嬉しかったです。我々を悩ますくらいですね、素晴らしい作品が揃ったということを、皆さんに感謝して、今後、ますますのご活躍を祈り、祈る、グッドラックという言葉で終わります。